Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Now.すごい仲良くて、遊んでる時はもう本当にヘラヘラしながらやってるけど、こう曲に対しては本当にシビアだから、うん、そこら辺の考え方はすごい大事にしてるし、うん、先を見ようとはしてないんだけどね、そこまで。とりあえずまあ一個一個こなしてる感じかな、いつも。あり方自体っていうのが変わってないのがあるとしたらば、要するに古谷健二がいて、古谷健二がみんな好きだと、うん、いうことだよね、うん、それが変わってないから、どんなにバンドがやろうとしてることとかさ、スタイルとかステージがどんどんね、人数増えてったりとかさしてったとしても、ついてきてくれる人、離れてく人、どっちもいるとしても、うん、とりあえず声援をいっぱい送って応援してくれる人が多いのは、古谷健二の魅力が、うん、そういうマイナスな部分を弾き飛ばすオーラを出してるからじゃないかなって思うんだけどね。変わってないのは多分そこだと思う、うん、このバンドっていうユニットはこれからいろいろな設計図が書けるなっていう手応えはあるんじゃない？どうだろう。でもそんなのいつ解散してもおかしくないよ、人間関係なんて。うん、作品がいいものができるなら続けるし、いいものができないのならやめるし、うん、何の保険も俺はかけてないからね。だから、うん、
友達からスタートしてるものだけど、プロのロックンローラーとしては音ありきの関係だし、うん、そこの関係は音次第ではいつでも切れるものだからね。お互い今はみんな信用し合ってライブでは7人でやってるし、7人が7人すごくリスペクトして尊重し合って成り立っているけど、その輪はいつでも崩れるよ、人間だし。だからみんながみんな一生懸命やっているうちは大丈夫なんじゃないか。うん、やっぱドラゴンアッシュ楽しいからね。